ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。リクエストがちょこちょこ来てたので大学生協の一言カードをやってくぞ。リクエストありがとうございますだぜ。そもそも大学生協一言カードとは、こんな感じで、学生が生協に質問や意見を言えるカードのことだな。なるほどなるほど。この人は生協に横綱ラーメンを置いてほしいんだな。そしてもちろん生協側が質問に答えてくれるシステムで、こんな感じでやり取りできるってわけだな。いや質問の答えよりこっちの方が気になるわ。つまり学生と生協を結ぶものが一言カードというわけである。大学生協恐るべしである。というわけで全国で見つかった面白生協カードを見ていくぞ。ちなみにこの1枚は京都大学のものらしいよ。つうわけで前置きはおしまい。それでは本編行こう。まず最初はルビーから12年、12年ぶりにポケモンやりました。懐かしいイベントとかで泣きそうでした。グラードンが思い出のポケモンなので書いてください。デオキシスとかレッグーザも見たいです。おめでとう。グラードンは沼クロウに進化した。なんでお前が出てくるんだよ。でもルビサファのご三家だし、結果オーライだな。愛も変わらず感情を失っているのである。ポケモンつながりで言うと、マンダは初手龍舞や。でおなじみのモコウ先生も一言カードに登場してるぞ。この絵と一両目の存在感の強さよ。続きまして、霊豪だよ、寒すぎるんだよ。大学生協にまで現れよったか。ちなみに回答は、この時期の空調はなかなか難しい、気をつけます。すごく真っ当な返答だな。そしてこれを書いた人は大学8回生の男女を超越した大学無理さんだぞ。大学ではなく人間を卒業した何かじゃねえか。どんどん行くぞ。誰がね、誰に投票しても同じや同じや思って。じゃあ俺が、粒あんパンじゃなくてこしあんパンが欲しいって素直に言えよ。そして大学側の返答は、なんとも落ち着いた回答である。平常心を持って話し合うことは大事だからな。続いてはこちら、いや生協に何の恨みがあるんだよ、なんてことを言ってるとだな。今日がさ、巨人が来ちゃいました。来てクオリティ高すぎ。半端な覚悟で口にしちゃダメってことだな。てか筋肉ペアって何？口にしてやる。この世から一匹残らず。いやだからなんでそんなにおにぎりを恨んでんの？なんてことを言ってると、今度はフリーザ様が出てきたよ。戦闘力で言えば女王型巨人より上のやつ来ちゃったよ。失敗者をまたいだ夢のコラボだな。しかし両者とも無駄にうまいな。ちなみにもうちょっと可愛いものもあって、その場合はこんな感じだな。店内でのエレンゲリオン化は勘弁ください。からの、こんなにパンが安くて美味しくて大丈夫か。この声はまさか。大丈夫だ、問題ない。やっぱりお前かよ。問題ない。そしてこの挨拶の通り、全然大丈夫じゃないのである。この生協の回答全然信用できねえよ。からの、ブラックサンダーまんじゅう置いてください。急にアスキーアート出てきますやん。そんな意見に対しては、もちろんアスキーアートで返答するのである。手書きなのになかなかの再現度で草。それじゃあ最後に質問でもなんでもないコーナー、年始の挨拶にしては気合い入りすぎ。そしてこのイラストが冷泉うどん芸人稲葉ということで、返事は株式会社稲葉製品。100人乗っても大丈夫。これどっちの方が書くのに時間かかるんだろうね。量的に物置の方じゃね。筆ペン買いました。よかったね。何この趣深いやりとり。この絵の続きを考えてください。って出てくるの人じゃないんかい。ここの触覚が生えてる部分は頭部ではなく肩だったんですな。これを思いついた生協職員一体何者なんだよ。そして生協職員はまだ社会に出てない大学生に、世の中の理不尽さを教えてくれるのであった。書いたの兄弟の学生だけどな。もっと言うとこれも京都大学だし、表紙のフォーマット的にこれも兄弟である。さすがは京都大学、そこに痺れる憧れる。というわけで以上、大学生協の面白カードでした。最後にとんでもないやつ来ちゃったよ。紹介しきれなかったのが結構あるので、近日後半戦開幕だ。見てくれてる皆様には本当に感謝でございます。そんな感じでこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。